みなさん、こんにちは。滝沢の勝成でございます。勝成の滝沢でございます。どうも、みなさん、こんにちは。滝沢でございます。どうも、みなさん、こんにちは。今回は、リクエストにお答えして、先日アップロードした瞬きという曲のソロギターアレンジの、解説をさせていただこうかなと思います。ちょっくら難しいと思うんですけども、画面ドンズバババーンとお手元をお見せしながら、進めていきますので、よかったらコピーしてみてくださいませということでございます。ではでは、ちょっと個人的に、時間が差し迫っておりますので、ちょっと早速行きましょう。本当はこの曲、キーが E フラットなので、ここかな？で、みたいな感じになるんですけれども、ちょっとキー E フラットだと都合が悪いので、1フレットそのままずらして、キー D として演奏していきます。もし弦キーのまま演奏したいよという方は、カポ1にして真似をしてみてくださいませ。そうすると弦キーに同じ、弦キーと同じ。キーでいけるかと思います。そんな感じでございます。とりあえず、カポをつけるのがめんどくさかったので、1フレットをずらして、半音を下げて、D としてやっていきます。とりあえず、こんな感じ、最初、ラからスタートです。ラララン、シーと。ラララン、シーといったら、その次、F シャープ7を弾きながら、サーの、フラットダインスの音を弾いていきます。予弦から、4353、4353。そして人差し指で、サーファーとファのトイレを持ってきます。ラララシー、サーファーこうですね。で、その次、メロディーに入ると G コードなので、G のフォームを押さえて、3、3、0、0、3、3、0、0、3。ここからメロディーを弾いていきましょう。レ、ミ、ファーン、レ、ミ、シレと言ったら、コードが変わります。で、シー、あ、じゃあ、シレ。で、その次は、人差し指を制覇して、ここの2フレット。2、2、2、2。と、その音、同時に弾いていきます。で、小指を伸ばして、パラパパ。で、開放をまとめて弾いちゃいます。パラパパムーンと。で、その次、レレと言ったら F シャープマイナーに行きます。2から、5弦を使わずに、2、バツ、2、2、2ですね。2、バツ、2、2、2。小指をずらして、ドレミドラと。で、その次、A シャープディミニッシュなので、1、バツ、0、2、3。1、バツ、0、2、3。で、この小指の3フレット、このソの音から、ソファミ。下がっていきます。ソファミミ。で、その次 B マイナーなので、2、0、2、3。ソファミミレと、レに着地します。で、ベースもちょっとラにして。で、その次、3弦の4フレットから、シーレーと弾いて、シーレー。4フレット、3フレット。で、一緒に指にこのファシャープをつけて、シーレーパーパー、ミレミー、シーレーパーパー、ミレミーと弾いていきます。で、またシーレーと言って、ベースが、ラに行きます。ですね。で、小指でまた、ファラパパミーと行くんですが、ファラパパミーの時に、ちょっとコードをフラットインスつけて、ちょっとおしゃれにします。こうして、3、2、0ですね。3、2、0フレット。こんな感じ。
レミと言ったら D コード、ファンラシドファラシド、小指で C の音を押さえます。ファラシド、あ、ファラシレか、ラシレドドで、ラララの時にこのドの音、ラシで、その次この D7 サスポオン C になるのかな。3発213から3発202まで、弾いてサビが終わりです。もう一回やってみましょうか、ゆっくり。ラララシで、シャープセブンス、ゆっくりいきます。イントロの方に入っていきます。ちょっと弾いてみますね。ゆっくり弾いてみます。こんな感じ。こんな感じです。最初 D のとか G コードからスタートするんですけども、メロディーがラシファーと、そうですね、ナインスからメジャーセブンスと、おしゃれですよね。ナインスからサードいってメジャーセブンス。で、その次 A コードからミレドミレドでレミといくと、でラシ。で、またコードが A に行くと、ラシファで A コード、ミレドレミで F シャープマイナー、ミ発ミミですね。ミゼロラシミドレ、で、その次 E マイナー。0×5435 で、で、その次 A にいて、A メロの方に行きます。シドレシドレシド。で、その次、D オンFシャープ。レドシララ。ここで F に行きます。1バツ3、2ですね。1バツ3、2、F。で、その次、E マイナー。2と一緒に。ミファス、ミファソ、ミファソレ、ミファソレといきます。で、その次、
ドラーと、ファと一緒に、ドラーって言って、ミファソリドラー。で、その次、A シャープと一緒に、このミの音ですね。で、B マイナーから、ドラー。ちょっとゆっくりやってみると、こんな感じ。ソラにて、で、A コードと一緒に、ミレド、弾いていくと。で、D の、ドになったときに、ちょっとこのね、フラットナインストを入れて、ちょっとおしゃれに。で、レに行ったら D コード。して落ち着かします。で、B メロラン、ラファンレといきます。ラファンレ、 B4 と一緒ですね。 B4 と一緒にラファンレン、レンレン、ラファンレン、レン、レミミミファン、ソソファミレファという感じでいきます。もう一回ゼロパーツ543という感じですね。ソに備えて、シレと言って、こちらで、副音章変えます。で、ここがソファミレス、ラレミレレで、ディと。で、またサビは同じですね。で、ちょっとサビ入れるときにその、ね、この2の音を入れるんですけども。なんかこのね、叩きながらその目的の弦をちょっとこの軽くダウンストロークする感じで、例えばそのレの音。ここでそのレミファレでツを入れるわけなんですけども、レミファツと同時にレを入れると。レミ。なんかこのツをしながら、このね、中指とか人差し指とかで、ちょっとこのね、2弦のところをちょっと小さくダウンストロークをするような感じです。で、ミの音、1弦の開放が鳴らないように左手でミュートをしながら、ちょっとこう。メロディーを大事にするような感じで、ツの音を入れていきます。
2回目のとき、ちょっと、メロディーがわかりません。ちょっと弾いてみます。ララシラレレシレミファソで、A コードに行きます。こんな感じ。で、また。イントロ。ちょっとざっくりの説明をやってしまいましたけれども、ちょっと基本的にメコピでやっていただけるとすごく嬉しいなという感じですね。ちょっと一時説明しているとすごくキレがなくなってしまうので、ちょっとざっとやらせていただきましたけれども、こんな感じでございます。ちょっとじゃあ最後に、結構長くなってまいりましたけれども、一番最初から最後までゆっくり、弾いてみます。こんな感じ。だからいきます。ラララシーで、F シャープ7です。で、その次 G からいきます。レミファレシレで、感想。こんな感じです。
ちょっと最後 の, そのゆっくりした手順を参考にして、ね、いろいろメコピー、ミニコピーをしていただけると嬉しいなという感じでございます。で、ちょっとね、ざっくり見ててわかるかと思うんですけれども、基本的にそのベースとメロディーを大事にして、ここは崩さないようにしているんですけれども、その間 の, その、ね、コードとか、そのオブリガードとか、それに関してはですね、結構その雑ってわけじゃないですけど、そんなあまり細かく決めずに弾いてます。とりあえずメロディーとベースはね、これは崩れると曲が変わってしまうので、これはしっかり守るんですけれども、その他の部分に関しては結構ノリで、弾く音を変えたりとか、リズムを変えたりとかしているのが、見ててわかるかと思います。まあ、このぐらい適当な軽いノリでいいんですけれども、なんかそう言われてもこう、ね、どうしたらいいかわからないぜと、むしろこうバシッとこうやってくれって言われた方が助かるぜという方は、さっき の, そのスローバージョンの手順を、ちょっと完コピするような感じでやってみてくださいませ。で、合間合間にね、その手順がちょっとずれてしまっても、メロディーとベースさえ崩れなければ、曲としてしっかり成立するので、ややこしくなってきても、そこだけは守れるように、調整して、チャレンジしていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。それではかなり、ざっくりな説明をやってしまいましたけども、以上でございます。あとは明日頑張ってやってみてくださいませということでございます。で、コメントの方にね、その、これどうですか、これどういうことですか、ここの部分どうやってるんですか、なんていう感じで、結構その質問してくださる方が多いんですが、基本的にその、気合です。気合で、なんとか、する感じでございます。いろいろこう質問をする前に、ちょっとこう試行錯誤して、こうじゃねえかな、ああじゃねえかな、繰り返しビデオ見て、ああじゃねえかな、こうじゃねえかなってことをやってから、それでもわかんなければコメントしていただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。そんな感じです。よろしくお願いします。それではまた違うところでお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。